はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。今日は紅茶と紅茶ですね。海外版ベイブレードバーストのバルトレイク V2 とスプリゼン S2 です。はい、ということで現在滞在しているアメリカのトイザラスで購入してきたベイブレードバーストなんですけども、うん、バルトレイク V2 っていうのはこの前ねやったセットについてきてるんだけど、うん、これそう、何やら様子がおかしいんだこれは。はい、これはスプリガーだけどスプリゼンという名前になったよね。そうだね、うん、うん、でこちらも何やら様子がおかしいです。はいじゃあとりあえず両方開けていきましょう。うん、はい、ということでこちらがバルトレイクのレイヤーですね、うん、セットについてきたレイヤーと違うのがクリアバージョンになってるね、うん、そうだね、うん、これかっこいいよ。あと色が違う。で塗装がされてますね。はい、でロックアイカラーで一つです。うん、でここからがおかしいんだけどディスクがこれですね、はい、ドライバーがこちらです。うん、何ですかこれはおい、おかしいぞ、なんかこれどうなってんのこれどうやってこうやってつけるのかな。こうやってこれだね、うん、はい、ドライバーがやけにでかいんだけど、うん、なぜかというとですね、ここに絶縁シートがついてるんだね、うん、これ引っこ抜きましょう。よいしょっと、はい、で何も起こらないんだけど、多分これシュートすると分かったな、うん、はい、はい、そしてこちらがスプリゼン S2 だね、うん、はい、これも、塗装がされててすごいかっこいいね、うん、クリアバージョンですね。ここら辺金だね。そうだね、裏側は裏側のロックは一つです、はい、同じようにディスクがこんな細くてドライバーがでかいです。はい、はい、バルトレイクとスプリゼンのドライバーは微妙に違うね。あ、本当だ、このバルトレイクのドライバーはバリアブルドライバーみたいになってる。そう、バリアブルだけどプラスチックだね、うん、なるほど。あとこのセットにも付いていたライトランチャーみたいな、うん、簡易的なランチャーとワインダーが入ってましたね、はい、ワインダーも曲がっちゃってね、うん、はい、2つもセットするとこんな感じですね、うん、すごいごっついね、うん、うん、でもかっこよくなるね。かっこよくなるね。はい、じゃあ早速この2つのベイを使ってシュートしていきましょう。はい、じゃあ早速バトルしていきましょう。私がバルトレイク V2 の様子がおかしいバージョンで、僕はスプリゼン S2 の様子がおかしいバージョン。はい、行きましょう。はい、さあ謎が解ける、うん、一回も見たことないんだよ、どうなるのか。じゃあ行きましょう、せーの、 3、2、1、 おわっ、光ってる、光ってます、光ってます。あ、これかっこいい。いやー、すごいね、ヨーヨーみたいに光ってるよ、うん、全く当たらないけどね、うん、当たる。とりあえず初回のこの光る具合を見るとしたらいいのかな、うん、あ、もうバルトレイクがスタミナがない。ないね、うん、なるほど。おやっぱりちょっとこの何、重さ的にはゴッドベイみたいな感じだね。うん、3、2、1、押して。あ、やっぱりさ、バリアブルとは違うからさ、グリップ力がない。光ってますなぁ。すごい、ちょっとわからないかな、画面上ではわかんないかもしれないね、うん、すごい光ってるよ。あ、何気にスプリゼン強いな、うん、あ、やばいやばい、あ、俺が 3、2、1、 おしおしおしおはい、じゃあちょっとね、カーテン閉めて部屋暗くしてみました。これで分かりやすくなるかなと思います。 3、2、1、 ゴーシャー。どうだろう、どう、光ってるよね、うん、うわすごい、すごい綺麗。バルトレイクの方がちょっと黄色め、うん、でスプリゼンは赤めだね、うん、あ、こういう風に光るようになっておりますね、はい、このベイは。すごい。はい、じゃあ平たいベースアジアを持ってきましたので、はい、こっちでもやろうか、はい、私が、バルトレイク V2 の光バージョンです。はい、僕がバルトレイク V2 のノーマルバージョン。はい、3、2、1、 ゴーシュー。やっと、あら、やっぱね、あれなのよ、これバリアブルじゃないんだよ、うん、あ、でも回転的には一緒だな、うん、だけど、おお、勝った勝った、うん、3、2、1、 ゴーシュー。あー、当たんない、当たんない、お互いに当たんない、うん、あー、もうスタミナがない。よし、行きましょう、どこ行け、行け、よーい、3、2、1、 ゴーシュー。よし、よし、よし、
意外とあれだよ、スタミナあるよ、この子。確かに。イエーイ。で、私はスプリゼン S2 に変えます。僕はエクスタリウス。はい、3、2、1、ゴーシュ。お暴れるぞ。うわー、やめた。うわー、ドライバーだけで回ってる。まだ生きてるぞ。3、2、1、ゴーシュ。うわ、すごい。よし、アタック。うわ、すげーな。真ん中がさ、このスタジアム。あー、またやられた。またやられた。3、2、1、ゴーシュ。やばい。よしよし、よしよし、真ん中で耐えろ。あ、やばい。よし、でも、エクスタリウスももっと、よっしゃ。じゃあ私はバルトレック V2 ピカリバージョンに戻します。3、2、1、ゴーシュ。もっと、もっと、よっしゃ。よっしゃ、よいしょ。うわ、逆、あ、そして、まだ生きて、まだ生きて。めっちゃ3、2、1、ゴーシュ。うわ、ちょっと、暴れ、暴れ。あ、やばい、暴れすぎだ、暴れすぎだ。ピクって止まって。あ、よし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 、追いついた。イエーイ。3、2、1、ゴーシュ。あー、微妙。よし、バースト、バースト。イエーイ。おー、また回ってる。はい、ということで今回は海外版ベイブレードバーストの様子がおかしいバルトレック V2 と様子がおかしいスプリゼン S2 でした。はい、ということで今日の動画面白かったので気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それではチャンネル登録もよろしくね。ということで今回はどっちの、どちらかかな。かっこいいね、やっぱかっこいいね。光ると面白いけど、うん、これはちょっと、ち、おーい。発想は100均レベルなんだけど、面白いベイだったね。うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。